続いてはネイティブのような発音を目指したい人に人気のレッスン。やってきたのはサラ英仏会話。こちらのハミングバードというレッスンは日本人のために開発された発音の学習法なんです。ネイティブの人を一生懸命日本語喋るときにね、はい、こんにちは、私の名前はジョンですとか。あ、もうそんな方いますね、います。あの喋り方がね、英語の喋り方なんですね。はい、だから日本人が英語を喋るときも、はい、あの激しいね、抑揚をつけて。お手本となる発音は唇の形、そして舌の位置に分けて細かく分類されています。この形を真似することでネイティブと同じような発音ができるようになるというんです。唇と舌の音、ね、日本人この、ね、音で苦労している方結構いますけども、できないですこれ、はい、上の奥歯、まずはご自分の舌で垂れますか。はい、はい、届きました、どうにか。うん、奥歯と奥歯の内側はい、に舌がこうね触れる状態、はいはいはい、これがアーの音ですね。これ巻かないようにね。あ、もうこれ曲げないんですか。うん、巻かないです。へー、むずい。むずくないです。さっき出てましたよ音、うん、そうそうそう、猛特訓した成果を見てください。先生ワンコみたいな。 What's your name? My name is Armin. What's your nameMy name is Ami。 おお、なんかポーズもすごいですよ。すごい、すごい。こんな色の筋肉と口も大きく開けないとダメなんですね。さあ皆さん、いつかやるなら今か。